g 2 a コムリミテッドはゲーム製品に特化した世界的なデジタルマーケットプレイス。香港に本社は置いているが、ポーランド、オランダ、中国など様々な国にオフィスがある。G2A は1200万以上のユーザー、26万人の売り手、5万種類のデジタルゲームと全拠点に700人の従業員がいると主張している。g 2 a コムの主要な製品は、スティーム、オリジン、 Xbox のようなプラットフォームで有効化できるゲームキーである。マーケットプレイスで販売されている他の製品はソフトウェアと前払いのアクティベーションコードなどがある。G2A コム自身ではデジタル製品の購入、販売は行っておらず、プラットフォームを提供し売り手と買い手をつなぐ仲介をしている。頻繁に購入する顧客向けに G2A は有料サービス、 G2A シールドを提供している。マーケットプレイスに加えて G2A はビデオゲームデベロッパー向けのパートナーシッププログラム G2A ダイレクトやオンライン決済ゲートウェイ G2A ペイなどの他の製品やサービスも提供している。G2A はまた e スポーツに関わっており、クラウド Q、ナトゥスベンシア及びバーテスプロなどのプロのゲームチームのスポンサーをしている。 G2A は2010年にバルトススクイレチェックとドイドリゼックによってオンラインゲーム小売業者としてポーランドのゼシュフに設立された。G2A コムの主な顧客は過処分所得が低い若いゲーマーだったのでできるだけ低価格でビデオゲームを販売するようになった。スクイレチェックはゲームの正式な売り手になるためにゲームスコム、E3、G スターなどの様々なイベントで 多くの大手ゲームデベロッパーと提携交渉をしていると述べた。デベロッパーが興味を示さず、市場動向も変化してきたことから、同社の事業モデルを小売業からマーケットプレイスへと変えた。2015年から G2A はデジタルゲームマーケットプレイス以外のプロジェクトや製品開発に注力し始めた。2015年1月、G2A は同社のオンライン決済ゲートウェイ。 G2A ペイを導入した。G2A ペイは200を超える世界的な支払い方法を統合しているビジネス向けの決済ソリューションである。同年の後半に G2A は同社初のバーチャルリアリティアプリ G2A ランドを制作した。2016年早期に G2A は 3D デザイン及びモデルの購入、販売、共有ができるオンラインマーケットプレイス G2A3D の導入で 3D プリント業界に参入した。2016年7月、G2A はビデオゲームデベロッパーとパブリッシャー向けのパートナーシッププログラム、G2A ダイレクトを開始した。2016年12月には、G2A は2つの新製品、G2A ギア、ブラントホースを紹介した。G2A ギアは、G2A ブランドやゲーム、映画、テレビ番組、 漫画のスローガンやイラストがプリントされた衣類やアクセサリーを販売している。同社はゲーム配信者及び YouTuber と提携してデザインされた商品が間もなくストアに追加されると主張した。ブラントホースは第二次世界大戦の VR シューティングゲームで G2A のビデオゲーム開発スタジオ G2A デーブスタジオによって現在開発されている。 2014年から2015年まで G2A はクラウド級、ナトゥスベンシア及びバーテスプロなどの e スポーツチームと提携関係を構築し、今日までに業界に1000万ドルを投資した。2016年8月、G2A はポルトガルの FIFA プレイヤーのフランシスコ・クルーズと契約していたスポルティング・クルーベでポルトガルと提携した。G2A はプジパイ、タオリー、 マキシマスブラック、カストロ1021などの多くのユーチューバーや配信者とコラボしていると述べている。2015年12月1日、複数の Twitch、TV の配信者とユーチューバー、ウェブサイト、ゲーマーがゲーミングチューズデーと呼ばれたセーブザ・チルドレンへの寄付金集めのプログラムに参加した。G2A はゲーミングフォーグッドのクリエイターのボツシシアテナイ・ボーマーザと提携し、 フマニタリアンエマージェンシーオールアウトレスポンスチームを設立した。G2A は2013年以降ゲーミングフォーグッドと協力しており、過去にボーマーザとゲーマーズ・ガット・ハーツのようなプロジェクトで提携したと述べた。2014年から2015年の間、G2A はセーブチ・チルドレンへの寄付金として50万ドルを集めたと述べ、その後500万ドルまで増えた。 2016年1月、G2A は、ポーランドのチャリティーオークションにイベント、オーケストラ・オブ・クリスマス・チャリティ・ファンデーションに参加し、ウィッチャーの主人公・ゲラルトの高さ2.5メートルの像を購入した。2016年の上旬で、G2A は消費者サービス、新製品とバーチャルリアリティを含む複数の、カテゴリーで7つの国際的な賞を受賞した。G2A は、 同社のキーの有効性について何度も論争の対象になってきた。パブリッシャーとジャーナリストは G2A はキーを取得するグレーマーケットとみなしており、しばしばある地域の市場で安価に販売されていたゲームのキーを購入し、同じゲームにより高い値が付けられている別の地域にキーを再販することが可能になる。合法ルートではあるが、後者の地域ではパブリッシャーは利益を得ることができない。 彼らは基本的に G2A は個人がキーを販売する仲介をしているのであり、盗難カードで購入されたキーがこれらのキーの安値を保証していると主張した。G2A はこれらの主張に対抗し、彼らは同社の事業モデルを理解しておらず、G2A ダイレクトでパブリッシャーにキーの再販売による適切な分け前を得られることを保証し、顧客も G2A シールドで偽のキーから守られると主張した。しかしながら G2A ダイレクトプログラムに参加している一部のゲームデベロッパーはすでに販売されている自身のゲームのキーを G2A に取り下げさせることができないためダイレクトに参加しているだけだと主張した。2017年7月苦情に応える形で事業モデルのさらなる透明性を図るため G2A は すべてのキーの販売者に対し身元と住所を開示するよう要求し、適切なバット税を適用するために、すべての購入者に位置情報の確認を要求した。リーグオブレジェンズのデベロッパーのライアットゲームズは2015年の LOL の世界、大会期間中に G2A がチームのスポンサーになることを禁止した。ライアットは G2A で販売されているキーは違法に獲得された。 ものだと考えており、さらに G2A は上限までレベルを上げたアカウントを販売していると主張した。G2A はライアットゲームズとの問題を解決するためにウィンウィンの状況を見つけようと努力していたと回答し、禁止の主要員だったエロブーステッドされたリーグオブレジェンズのアカウントを販売するアカウントを停止した。G2A は問題を解決しようと試みたときにライアット側が協力せず、 代わりに G2A のマーケットプレイスでの攻略本の販売を禁止するなどのさらなる要求をしたと主張した。インツのタッカーズガブリエルタッカーズクロマンは肩に G2A ウェブサイトのロゴが入ったシャツを着用したことでカンペオナート・ブラジリロでリーグオブレジェンズ2016で1000ドル以上の罰金を科された。クロマンはゲームの途中でロゴの上にマスキングテープを貼るように求められ、 後に罰金を課されると伝えられた。G2A はこの罰金を支払い、e スポーツ組織が G2A ブランドの T シャツを着ていたことで厳しく罰せられるべきではないと述べた。2016年6月、タイニーベルドのアレックス・ニッチ・ポーチック CEO は G2A は不正に取得されたゲームキーを販売者が再販することを許していることで、企業に45万ドルの損害があったとして、同社を非難した。 G2A はタイニーベルドの主張に反応し、どの売り手が違法なチャージバック請求を行い、G2A から排除されたかを決定することで、どのキーが不正に購入されたかを特定できるように、すると述べた。G2A はまたタイニーベルドが主張している四十五万ドルという数値に疑問を呈し、同社のゲームは他のサイトで複数回割引販売されているか無料で配布されていたので、 45万ドルという数値は誇張であると感じたと述べた。タイニーベルドは G2A との会話の中でプラットフォーム上での不正を根絶することと引き換えに売り上げ収益の一部が G2A にわたる G2A の決済プラットフォームへ参加するよう圧力を加えられていたと感じたと付け加えた。G2A の公式声明で迅速なコミュニケーションチャンネルで デベロッパーに対し完全なサポートを提供し、アドバンスツールの仕様と賞を受賞した保護ソリューションの G2A シールドを提供していると述べた。議論の後、G2A はマーケットプレイスのセキュリティ確保のため初期段階での認証ステップを強化し、ソーシャルメディアのプロフィールや電話番号を認証などとともに単一アカウントで10以上の製品が販売された、あとは さらなる認証が必要になるようにする一方、同社とパブリッシャーとのパートナーシッププログラム G2A ダイレクトを導入した。2017年4月3日、ギアボックスパブリッシングが G2A コムとバレットストームフルクリップエディションのコレクターズ版の G2A での独占販売で提携したと発表した。YouTube ゲーム批評家のジョン・トータル・ビスケット・ベインはこの動きに批判的であり、 G2A のネガティブ報道や同社に申し立てられた非難を引用し、ギアボックスが取引をキャンセルしない限り、バレットストームや他のギアボックスゲームのゲームの放送を控えると脅した。2017年4月6日、バレットストームフルクリップエディションの発売予定の1日前に、ギアボックスはベインと共に作った G2A の最終通告リストを公開し、G2A が承認しなければ、 取引を撤回するとした。最終通告は G2A シールドサービス、ゲームデペロッパー向けのオープン API 及び G2A の決済システムに焦点を当てていた。翌日、ギアボックスは最終通告に関して企業から返答がなかったことを理由に G2A との協力を終了すると公式に発表した G2A は2017年4月10日にこの主張に応答し、 最終通告での G2A コムへの要求のすべては実際は当社のマーケットプレイスの一部についてだったとし、この問題はベインとギアボックスがどのように G2A がマーケットプレイスを運営しているかについてあまり知らなかったことにあると述べた。ありがとうございます。